どうも、こんにちは。しずえです。ちょっと私今お腹痛くて、ちょっとまあ瀬戸康史いない間に、ちょっとしちゃいます。せーの！えい！さてっと。何これ何これ、ちょっと待って。うわ、くさ、くさ、嘘、嘘。え？誰？誰？お前？違います。お前？違います。違う、ちょっと待って、お前。Cさん、これをしたことによってCさんちっちゃくなっちゃってんじゃん。これCさん、Cさんダメだよ。こんなとこで勝手にしちゃ、自分よりも相当大きいサイズのものをしちゃってるからね。トマト食べて。はい、これ食べて大きくなって。えいっ、よし、ちょっとCさんね、はい、これで大丈夫です。瀬戸康史の動画、突然ですが、私岡本太郎が好きなんですよ。ここにも絵飾ってありますけど、僕これアサヒビールの案件の時にこれ描いたんですけど、これ描いてる時にね、自分の出来上がった絵を見た時に、このパワーをもらいたいと思ったの、自分で。だってせっかくね、家にずっと飾るもんだからさ、気分が落ち込んじゃってる時でもこれを見たら元気になれるみたいな、そういうこう力のある絵を描きたかったわけだから、僕はこの絵を描く時に、いや、これは爆発してないとか、まだこう爆発しきれてないっていうね、芸術は爆発座ですから、爆発しきれてないじゃないですか。まああくまでも僕基準でしかないですけど、その爆発してなきゃいけないっていうね、そうしないとこう見てて面白くないっていう、なんかこう基準みたいのがあって、それやっぱり完全に岡本太郎の影響なんですけど、一番影響を受けたのは自分の中に毒を持て。岡本太郎いっぱい本出しますけど、僕は一番印象に残ってるのはこれかな。かなり刺激的なことが書いてあるので、俺みたいにピュアな人が読んじゃうとマジで考え方変わっちゃうから、読むのは本当に気をつけてほしいんだけど、おすすめするかって言われたらちょっと難しいところなんだけど、なんだろう、その安全な道と危険な道があったら絶対に危険な道に行けみたいな、安易な道には行かないっていう、そういう呪いが自分にかかっちゃったわけですよ。いいかどうか分かんないよ。うん、誰しもが岡本太郎になれるわけじゃないけれども、本当にそういう、なんだろうな、そういう考え方で生きてる人もいるんだぐらいな感じで読むのがいいのかもしれない、はい、ただ僕は若い頃、非常に影響を受けて、いまだにちゃんとこう、なんだろうね、色褪せずにまだ自分の中にこうあるというか、ね、こうやって絵描いた時とかでも爆発だ、爆発してなきゃいけないっていうね、やっぱ爆発してることは大事です。ただね、やっぱさ、普段こう生活してるとね、なんとなくこうだらけてきちゃったりとか、なんか毎日一緒のことばっかしてんなとかね、みたいな、なんかモヤモヤしてるみたいな時期ってあるじゃん。俺もなんか動画が全く出てない時とかっていうのはそういう時期だったりするんだけれども、まあ、そういう時にでもね、ちょっとでもこうこの油絵のような感じで、自分を鼓舞してくれる、気分が落ち込んだ時にちょっとでもこう持ち上げてくれるものをお家に置きたいということで、これを買いました。やっと届いたぜ。はい、こちら海洋堂の太陽の塔塗装済み完成モデルでございます。瀬戸康史の動画、ちょっとじゃあひよこちゃんどいてね。別に新発売っていうわけじゃなくて、ずっと昔からあるものだとは思うんだけど、なんかネット見てて、あ、こういうのあるんだと思ってポチっちゃいました。ただこれがね、注文してから届くまでに時間がかかったの。届く期間もなんか後ろにずれたり前にずれたりとか、すごい前後しまくって、3月かな、先月届いたと思うんだけど、すごい時間かかりました。はい、海洋堂です。太陽の塔塗装済み完成モデルだから、もう組み立てる必要は全くないんだけどね。じゃあちょっと開けよう。開けそうで開けない段ボール、開けますよ、3、2、1。えぇ、お、ででーん、ちきし、海洋堂太陽の塔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 。おぉ、陰踏んでんじゃん。重量としてはね、非常に軽いです。はい、じゃあ出すか。よっ、ピーピーピー、こう開いて、俺目つぶるわ。視聴者の人に先に見てもらうパターン、いきます。せーの、やーやー、
方向が、やー、うわ、すごい、すごいこれね、やー、やー、いくよいくよ、これ皆さんもう見えてますよね、皆さんもう見えてますよね。何ヶ月も待って購入した太陽の塔、ついに見ます。3、2、1。おお、見たことはあるけれども、いざここにボンって出てくるとおおってなる。あ、こうなってんだ。うわ、すげえ、質感がすごいぞ。ちょっとこれビニール避けます。はい、ドン。ここになんか土台が、なんか土台が入ってますね。これちょっと後で、ここの部分がすごいカバーされてるけど、はい。うわー、ここちょっと繊細だな。あの、折れる折れるよこれ。おー、出ました。太陽の塔からこんにちは、瀬戸康史です。瀬戸康史の動画。はい、こちらが太陽の塔でございます。近くに寄っていきましょう。でーん、このわかるかな、質感がね、本当になんか人間の肌みたいな感じでしょ。ちょ、ガサガサ感すごいのよ。ほら、手で作りました感がすごいんだよね。どういう処理なんだろう。はい、ここにね、ちゃんと切れ目見えますけど、これ実際太陽の塔行くと、俺行ったことないんだけど、これ切れ目って実際に見えるもんなのかね、近くで見ると。はい、後ろにもこうやってあります。おー、ザラザラ感がすごいです。おー、そしてこの上、あ、ちょ、上の前にこれ、はい、これドアみたいのがあります。これ実際にあんのかね、近くでなんか書いてあるけど。てってれー、じくしー。はい、こちらです。おー、おー、キラキラ輝いてる。そして上のね、うん、これ、これ危ないです、これ。上まで登れるってことなのかね、階段とかあるけど。おー、いいねー。太陽の塔には3つの顔があることをご存知でしょうか。過去を表す黒い太陽、現在を表す太陽の顔、そして未来を表す黄金の顔。そして1970年大阪万博においては、地下に地底の太陽と言われる第四の顔も展示されていたそうです。地底の太陽は今現在も行方不明だそうです。これ、なんかね、家に置くにはね、ちょうどいいデカさだと思ったんですよね。俺と比べるとこんな感じ。顔よりデカいみたいな。小さすぎず、大きすぎず、絶妙な感じじゃん。これ、しずえと同じぐらいなのかな？はい。うわぁ、すごい。すごい。太陽の塔 VS デカしずえじゃん。ててて、ててて、てぃおー。いやぁ。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いやー、どうでした。いやー、もう太陽の塔さん、本当にもう強すぎです。最高です。あ、やっぱりね、すごいよね、太陽の塔ね。まあ、最初だけだけどな。最初だけだけどな。いや、もう、そういうこと言うなよ。チヤホヤされるのは。ちょ、シーさん、ごめんごめん。ジャイアン。そういうもんなんだよ。じゃ、ちょ、ジャイアン、ちょ、待って。落ち着いて、落ち着いて。なんだよ。そういうこと言うな。なんだよ。そういうこと言ったら、だって今、今日初めて来たんだから、太陽の塔は。アドバイスしてやってんだろ、太陽の塔に。でも、そうだよ。そうだよ。そうだよ。なんだよ。でも、確かにそう、確かに。それはわかるわかる。わかる、うん、お前何もわかってねえじゃねえかよ。お前、昔はさ、藤子不二雄ミュージアムまで行ってさ、うん、綺麗なジャイアンの泉出てくるとこ動画撮ったりとかしてたのにさ、お前、今何も、うん、何も言う、まあ、う、うん、わかる、まあ、これ、それ本当ね。なんだ、なんだ、ごめん。いや、ごめんって言われたら、ちょっと、それなんか。だよね。だよねって。昔はね、そうなのよ。だから、そうだよ。なんだろうね、やっぱブームって言っちゃあれだけど、何ブームジャイアンは今もずっとジャイアンだよ。綺麗にずっと輝き続けてるジャイアンだよ。いや、綺麗だけどさ、ジャイコもなんか言ってやってくれよ。いや、まあね。だよね、だよね、うんうん、そうジャイコだってほら言ってるじゃん。何も言ってねえじゃねえかよ。うんうんって言っただけじゃねえかよ。そんなことない。だから太陽の塔は太陽の塔でちゃんと活躍というかね。だって太陽の塔そもそも動けないし、どうせ最初だけなんで、あんまり雑に動かすと、だってこれ瀬戸康史は取れちゃうから。瀬戸康史は飽きるんだよ、動けないよ、まあ、言っちゃえばあんま活躍できるって感じではないよ。活躍できないんですか、私。ひど
活躍ができないってこと。太陽のとこ、太陽のとこ、ごめん、違う違う、そういうことじゃない。最初だけなんですか。そういうことじゃない。いや、活躍はしてるよ。だって俺、岡本太郎好きって言ったじゃん。そうですけど、最初だけなんですか。もうじゃあ、綺麗なジャイアンも好きだよ。なんで綺麗なジャイアンも好きだけど、岡本太郎も好きだよ。ひどこいつ。構ってもらえなくなるんですか。いや、なんで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 藤子先生出てくるの。藤子先生のこと。藤子先生も好きだけど、藤子先生って誰。藤子先生のこと言ってねえし。みんな好きで、みんな好き。藤子先生のことなんか別に言ってねえし。藤子先生って誰。なんで急に藤子先生。藤子先生って誰。お前いいと思ってんだろ。ごめんなさい。これしか方法がなくて、みんな仲良くしてよ。瀬戸康史の動画。土台つけましょう。これこのままじゃない。これそこどうなってんだろう。うお。でで。空洞です。だから軽いんだ。はい、この土台の形がこの穴の形と一緒になってるんで、これこのままはめるってことかな。おお。ああ出た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 、これでこれで自由に動けるようになりました。やったね。はい、よし、これ乗るかな。乗るじゃん。めっちゃいいじゃんこれ。太陽の塔&ひよこじゃん。やった、いいよな。やったじゃん。最初はそうやっていろいろやってもらえて。違う違うって、ジャイアン。何が違うよ。ジャイアン、ジャイアン違うよ。なんだよ。君のもちゃんと考え、俺だってできるよそれ。乗せられる？できる。俺も乗せられる。じゃあやってみなよ。おやるよ。やってみなよ。おやっていいの？ジャイアンがさ、おなんかなんか今日ちょっとすね気味だよね。すねてねえし。あ、すね、そうそう、すねてはないよね。すねてない。お前が悪いんだよ。はい、やって。乗る？乗る乗る。行く。おい。せーの。面白いじゃん、面白いじゃん。ちょっと結構割と面白い。リアクションしてくれや。じゃあジャイコもやってみる。ジャイコも。あ、私も。ジャイコもやってみよう。私できるかな。せーの。あ、重い。あ、クソ。あ、クソって言っちゃった。おお、乗った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 。あ、これでもいいかもね。太陽のと申し訳ないけど。やった。ちょっとひよこはジャイコやったぜ。このジャイアンとジャイコの方に乗るっていうことで。ああ、やっぱり最初だけなんすね。いやもう良くない？だって良くない？言った通りじゃないですか、ジャイアンさんの。いやもう確かにこれは100均で買ってきた、 C さんが100均で買ってきたやつだけど。いやそんなことどうでもいいっす。自分の上にピヨコ乗ってないってことですよ、これが言ってんの。あ、まあピヨコ乗ってないっすよね。羨ましいよね。乗ってない人にどうすればいいんですか。分かった、自分はどうすればいいんですか。でもお前太陽の塔なんだぜ。はい、お前は立派な太陽の塔だから、別にこんなひよこなんかなくたって、ええ、お前はお前で輝いてるぜ。この顔は磁石で張り付いてるんだって。これで引っ張ればいいってことかな。お、お、すっげえ簡単だねじゃん。あ、すげえ、ようできてる。お、お、お、めっちゃ簡単に取れるよ。うわ、めっちゃようできてる。めっちゃようできてる。感心しちゃう。中がこんなんです。いいね、なんかガチャガチャしてて。で、ここにボタン電池が入ってるのよ。で、これを引っこ抜けたら、これ絶縁されてるから、はい、抜きました。こうして、後ろのボタンちなみにお見せしましょうか。はい。超ちっちゃいけど、これね、これを押す感じ、カチってなるんでね。それでは、太陽の塔、点灯式を行います。いきます。せーの、えい！おー。部屋が明るいからよくわからん。それでは暗い部屋で撮ったのをご覧ください。どうぞ。はい、ということで、うちに新たなキャラクター太陽の塔が加わりました。例えばこういうところがね、ほらすごいじゃん。この民族楽器の上に太陽の塔を置くっていうのもね、ちょっといいよね。はい、見てくださいこの顔ね。爆発しろってね言われてるような気がするじゃないですか。そしてこれですよ。ズッズッズッ。注文してから来るまでに数ヶ月かかったので、まあ気長に待っていただければ、この精巧なね太陽の塔が手に入りますので、ぜひ皆さんも気になる方がいたらね、チェックしてみてはいかがでしょう。ということで以上、144分の1スケール太陽の塔塗装済み完成モデルを購入したというお話でございました。それでは次回またお会いしましょう。じゃあの、じゃあの。